皆さんこんにちは、 CK レーシングです。今日はですね、 GT ウィングのもう取り付けに行こうと思ってもう来たんですけど、めちゃくちゃ暑いですね。で、ウィングが今箱の中でなんとか入りましたね。もうギリギリ入れました。箱もちょっとボロボロになってるんですけど、なんとか入れて、もう今からちょっと取り付けに行きたいと思いますね。それでは今からちょっとガレージに行ってきます。またそこでお会いしましょう。今はですね、オートベヒクルさんに来てますね。で、ここでリテイリングつけてもらう形ですね。後から住所は入れときます。ここからちょっと写真で説明します。先に GT ウィングにステー部分を取り付けます。そこからトランクの方に GT ウィングを置いて仮合わせして穴を開けます。こんな感じで穴開けます。次はトランクの後ろ側からちょっとボルトははめられるようにちょっと大きめの穴を開けます。こんな感じで穴を開けて中に鉄板を取り付けます。少し見えにくいんですが、こんな感じで鉄板を入れてボルトを編みます。こうすることによって鉄板1枚よりは2枚になっているので走りは安心です。トランクの方に穴を開けて裏側に鉄板をつけて GT ウィングをつけたらこんな感じです。